どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回はパラディンズカジュアルマッチということでラームを使ってバザールで戦っていきます。こちらツーダメージ2サポート、対処するお相手は、3ダメージということで、ちょっとラームの天敵シャリンドラゴズがいるんで怖いですが、やっていきましょう。The pyre will be filled with blood. さあ、やっていきますよと。走れる気がしないので、アーススプリッターでいきますか、今回は。ロードアウトこちらですね。ダメージ減減にガン積みしている、ある感じです。あと HP と、魂のかけら、ソウル、出てこないや。魂のかけらを集めると回復するカード積みます。アイテムはまあ、咀嚼でいいかなというところで、咀嚼積んでいきます。さあ、やっていこうか。多分これ、勝ち込んでもすぐ死ぬだけなので、ちょっとあれをあれしたいと思いますよね。シャリンの持ち主。うはぁ、ドラゴンズに落とされ、ありえんか、プラスキルは。うわぁ、リアン6000。すごいな。すごいな。これ、あれかな、精密かな。あ、精密ですね。精密リアンちゃんですと。ただ、今の当たりだけで 50% 以上、ウッドゲージが溜まりましたね。ちょっとここからポイント踏みつつ、生きていきましょう。そう、BK が倒してくれましたねと。そう、リアン落とせるルー。よしよし、おう、ジェノス。ちょっとこれサポートしてるから待ってもいいかもしれないね。あえて死んじゃうから。そう、そっと持って帰れたらいいが、多分無理だよね。あれ誰も気にしていない。あ、セリスが見たから多分それは大丈夫か。ギリギリまであれしましょうかね、引きつけましょうかね。あ、素直にやられました。注射積みます。一旦このままかな。そう、車輪がウルトを放っております。上にいるのかな。見て見て、よいよいよいと。まあ、いい感じにヘッドを稼いで戻ったりを繰り返していきたいところですね。テレナントを倒してくれてるので前を押せそうかな。ああ、これ持ってもいいわ。やるのか。ただDPS が2枚いるので、そうそう、ちょっとクリックしながら、うへぇ、
咀嚼吸います。さあニールで、ニールってことは敵のリアン、あ、ただ溜まったか、 50% 溜まりましたね、倒したから。リアンウルトぐらいか、セリスウルトもちょっとありましたね。そんなとこかな。まあセリスも50ぐらい溜まってそうな気がしますが、こっちはそれに対してウルト 100% が5人なので、まあウルト的には勝ってるって感じかな。さあやっていこうか。まあ動きはさっきと変わらずでいいような気がしますね。さっきよりはやられないようにしたいなっていう気持ちはありますが、これドラゴンズルトも増えるんで続く出しに逃げますか。車輪が OK。このままリアン行くと一人で死にますね。また誰か踏んでないからってことね。これじゃあ踏みに行きましょうかね。よしよし、おー、それ倒したのでかいな。何の音聞こえなかったか。行きます。よいしょ、ここ一瞬詰めてはいいと思うかもしれないな。さあフェルナンドをこっちに引き返させてベチベチやっていきましょう。そうそう、リロードかまして、リアンが落ちて、そう、よー、引っかかった。いただきまーす。さあこれであとはポイントにタンクがとりあえず来ないので、ちらほらいる DPS を倒したいってことかな。裏にシャリンが入ってますが、あとちょっと激量なんだよですね。よいしょ、ソウルハーベストであれをして、センチャリンしたいな。倒したな、倒したが今サポートいないんで行くと死んじゃいそうですね。怖いですね。あ、セリス落としてくれたってことはかなりいいので、さあ、いや今ウルト張りだったな。ウルトあれば倒せてたから。お、でもリアンが落としてたってことはこれポイントを持ってきてるんちゃうかな。セリスがまだ中にいそうですね、今の感じ。アイテム買い損ねたな。今回欲しいアイテムなんだろう。あ、ナイス、運びを終えてくれましたね。どうしようかな。耐性は今回別によくて、クロノスないしは、まあウルトラムだから四季ブーストを積むか、四季ブーストクロノス、まああとはダメージ軽減の安息の地あたりでしょうかね。候補として上がってくるのは、まあせっかくなんで四季ブースト積みましょうか。それで四季ブースト積んで、安息の地区の1個ずつその感じでいきますか。バランスはいいね、これがね。さあやっていこう。さっきうまくいった左側からの侵入で行こうかな。さっきうまくいったってほどうまくいっては言いませんが、まあまあ、さあ
し倒せましたね。ちょっとジェノスにそこ行ってもらって、これ真ん中にシャリンが出ましたね。まあ、前で止めてればポイントは踏めずにそのまま勝てるって感じでしょうか。さあ結果はこんな感じですよと。いやなんかリアンのダメージがすごいな、恐ろしいほどに出てるけど、もうただただすごいとしか言いようがないですね。で謎に僕は2番目になっているのでよくわからん試合だったって感じでしょうか。はい、まあ、相手もリアンはダメージ出てますよね。8万1000とダメージ出ていて、まあ他がそこまでって感じでしょうか。まあリアンが、こっちのリアンがかなり抑えてくれてたので、まあそれで相手は少ないのはわかりますかね。はい。ということで今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。